さあ皆さんこんにちは、ダイダラです。マリオパーティースーパースターズやりましょうか。ドドドーンと。さてちょっとね、先日オンラインでプレイしている生放送があったと思うんですけど、そちらをプレイしたらぐっとレベルが上がりました。見てください、どこまで上がるんこれ。ちょっと上がりすぎちゃうかねえ。持ち帰った経験値が4740ってことで、どこまで増えるんこれマジでねえ。レベル25で木の美容ショップにスタンプが追加ってあるんですけど、25手前っていう、めちゃくちゃもうちょっと欲しいなっていうとこやな。まあでもいろいろ追加されましたということで、まあいい感じでしたね。まあね、生放送に関してはね、ぜひとも見ていただけたらと思います。さてじゃあ今回もね、新しいステージというかスゴロクで遊ぼうと思います。さてやるか。スーパースターを目指す冒険出かける前にちょっとキノピオショップちょっと見とこうか今ね。前回とかコインとかいっぱい持って帰ってきたんだけど、いらっしゃいませ。スゴロデザイルスタンプとか懐かしい音楽とか図鑑にカードといろいろ揃えてます。スゴロケミニゲームマウンテンで遊んでコイン集めてくださいだって。でまあコインとかちょっとめっちゃ欲しいんだけど、スタンプ欲しくね。スタンプ買っとこうぜ全部。スタンプこれまとめて選択とかないのかなね。スタンプ、おめっちゃスタンプあるなこれ。じゃあ全部スタンプ買おう。さあこれでスタンプがだいぶ買えたかな全部。よーし全部購入完了でーす。まあこんな感じでちょっと今後もなんかいろいろとね、カードデザインとか図鑑とかなんかいろいろあるんだけど、これまた今度買いましょう。なんかレベル上げたらまたまた増えていくらしいのでね、レベルもガンガンと上げていきたいと思います。よしそれでは行きましょうか。今日の冒険はどんな冒険へ。さあ懐かしい土管の中へレッツゴー。マジこれ夏いよな、この土管に落ちていく雰囲気。さあ冒険の準備しようか。わかるよ。さ今回もね、僕のキャラクターはね、基本ワリを使うので、僕ワリを使わせてください。ごめんなさいね、皆さん。で、シビューはお任せでいきまーす。キャスイオールド、キャサリンとピーチと。ね、行ってきましょうか。ヨシはなんかいつもおるな。強さ決めてね、前回ね、強いで苦労したんですよ、僕。なので、強いで行こうと思います。はい。で、この前はね、ここのヨシのトロピカルアイランド攻略したので、今日はここ行こうか。スペースランド、宇宙ステーションでの冒険だ。暴走する宇宙船や巨大な大砲には要注意だ。これ、くっそ熱いよな。なんかね、画面右上にいるクッパのね、砲台みたいなのがあるんだけど、あそこからビーム撃つんだよ、確か。なんかめっちゃ覚えてる、それ。よし。では、この内容でやっていきたいと思いまーす。さあ、ゲームはすべてのミニゲームで遊ぶやつで、やっていきましょうか。レッツゴー。バカなつい。いざ冒険のスゴロクの世界へ行こう。一人でもね、めっちゃおもろいからね、このゲーム。言っとくけど、みんなとやったらもっとおもろいけど。さあやっと着いた、ここがスペースランドだよ。でーん、あのクッパの言ったやつ砲台バチクソ怖いのこれ。64時代どんなだったっけグラフィック。ほらこんな、あーこんな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 、このその昔この宇宙ステーションでスーパースターが悪の皇帝を倒し銀河に平和をもっと取り戻したんだ。すごいや。あれはとても激しい戦いだったよ。クッパのビーム。ねえ、しかし今はこの平和なこの宇宙に再び争いの兆しが見えてる。なんだと？だからこそ今こそ宇宙の民は求めてんだよ。スーパースターの存在を。というわけでスーパースターに会って宇宙の民を参戦させてほしいんだけど。任しときや。スーパースターなる気満々じゃん。ということで頑張っていこうか。僕準備あるから先行くんでバイバイ。あ、キノピコよろしく。何すんだろうな、今回って。さあ、キノピコが仕切らせていただきまーす。このマップ初めてですが、ちょっと聞いときましょうか、ルール。さあ、ルールの説明。真ん中に5って書いてる。これだね。宇宙ステーションの中央には大きな数字。これはなんかのスイッチですね。出た、これね。やばいやつ。クッパの形をしたメカがあります。口から何か発射しそうですよ。そして、これなんだっけ？警官？警官だっけ、これって。ねえ、2カ所の交番にはおまわりさんがいるようです。一体何を取り締まってるんでしょうか。さあ、ハプニングはたくさん送りそうな場所ですからね。どうか油断しないで。説明全然してくれへんやん。10番決めましょうか。行きましょうか。ドンと5番。あ、俺ビリじゃん。ビリじゃん。ビリがやだな、ビリは。さあ、ヨッシー、キャザリン、ピーチ。で、ワリオ、ダイダラです。行こう。プレイ中が決まったところでプレゼントです。よし。なんか前回のコースはね、もう平和というか、もうね、プクプクとプクプクが入れ替えてきてね、めっちゃめんどくさいコースだったけどね。今回はどうなっちゃうのか。来た！どこそこ。下の場所はここでーす。集めてきてね、行きましょう。スタンプめっちゃ買ったんだよな、これ。あー、めっちゃ増えてる。頼むぞーって。よし。では、いよいよスタートでーす。これスタンプ増えてくると多分オンラインやるときめちゃくちゃ楽しくなるね。みんなが持ってないスタンプとか自慢しちゃおうぜ、これ。早いとこスタンプいっぱいゲットして。よっしゃー。さあ、ヨッシーから行きましょうか。ヨッシーくん、頑張ってください。おぉ。ヨッシー。
8位、うん、アイテムマス。ここはアイテムをゲットできる素晴らしいマスだということでね、やったぜ。さあちょっと今回からなんですけど、CPU の速度って変えれたっけ確か。ちょっとすいません、ちょっと途中なんですけど、オプションハウス変えてきました。オプションハウスで CPU の速度を変えれたりとかあったと思うんですけど、 CPU の動きこれですね、速いにしておきましょうか。これでね、サクサクと進められると思いますので、これでいこうと思います。それではまた戻ってきます。あ、またなんか最初からなったみたいなんですけど、 CPU の動き速いにしたのでね、サクサクいくと思います。あれ、なんかちょっと動き変わっちゃった。まあいっかまあいっか、よしよしよし、うまい、ごめんなね、こっちの方がなんかちょっと速くなって見やすくなるというね。おいキャサリン、いきなりレッドゾーン、体の色と比例しているぜ。ってことはピーチ姫も6出てね、赤出るかなと思ったけど、ラッキーマスだ。やっぱり愛されてる、神に愛されし乙女よ。何ゲットするの。赤ずきーちゃんで、なんだ赤ずきーちゃんって。鍵開け、あ、奥のなんか画面奥に見えてるあのドア開ける鍵かね。特殊なところを行くためにはそのアイテムが必要ってやつだね。さあスターまで24マス、俺5万、5ってなんだ、微妙なやつ。オッケー、さあまず1個目のミニゲームからいきましょうか。レッツゴーゲーム。マリパワーゲームが楽しいからな。さあ1対3のゲームは何かな、いきましょう。変なの来ないで。どこどこかくれんぼ、これ運ゲーではなかったっけ。きたー、これはね XAB ね、 Y を適当に押して最後まで生き残った人の勝ち。どこ隠れる、どこ隠れるね、みんなも考えてみて。俺 B 隠れる、キノコに隠れる。マリオの力を信じろ、頼む頼む、マリオ怖すぎるだろお前。言わん、言わんは誰も言わん。あぶね、みんなバラバラだ、よかった。はい、次どこ隠れる、どこにしようかな。で、え、俺 A にしよう、あのフルーツ食べたい。リンゴ食べながら隠れようぜ。リンゴか知らんけど、やめろ、ビビる。キ、うわー、ピーチ、ピーチ隠れてたよ。さて最後だ、どうする。最後俺キノコに隠れよう。最後家に帰るわ、キノコの。自分自宅に帰ります。 B でみんなどこ行く、みんな A 隠れといて。じゃあこれヨッシーとバラバラになってくれること祈ろう。俺 B 隠れてるよ。え、いやー、ヨッシーはいない。あ、でダブルでいた、最悪だオーマイガー、キャスリン、キャサリン強かった。家没収されたんだけど俺っち、くっそー、やったーじゃないよ。これなんか L ボタン押したらやった出てきた、なんだこれ。勝手になんか L ボタンで出るの、これ勝手にでき、勝手に出るスタンプか。え、多分これスタンプ設定とかいうやつだな、多分 L ボタンと R ボタンでやったーとこのね、が勝手に登録されてるこんなことあるんだ、知らなかった。だってキャサリンとかもなんかみんないろいろやってますね。何してんの、何これ。ノコノコバンクだよ、3コイン募金してもらうね。あー、こんな昔あったな。なんかぴったり止まった人にはたまったコインを全額プレゼントだっていう。これでコイン狙っていきたいとこやね、ほんま。ください、全部、全額僕に欲しいです。さあ5番、わあ、アイテムます。みんなアイテム止まるね。ダブサイだ、ダブサイ。え、鳥サイはまずいだろ、鳥サイはいきなり。ピーチやばいってんだ。ピーチ足だけ充実してるな、めちゃくちゃ。ねえ、さあ19マス、ドン、3。俺もアイテムか、これ。よー、みんな並ぶね。仲良し、俺たち。さあ、アイテムミニゲームいきましょうか。このマス止まるとアイテムのミニゲームができるって昔あったね、こんなの。これできる気しないね、俺。どれでする、どれ狙う、なんでもいい、見まーす。はい。なんでー、あかんやんけ最悪だ、嘘やん、めっちゃ悲しいんやけど今俺、アイテムなしって。アイテムぴったりサイコロ欲しかったな今の。さあとりあえずミニゲームいきましょうか。見つける巨大キノコ、これ初めてやるかもしれない。え、あ、あ、これ巨大キノコを取ってライバルに体当たりしようだって。死んだーということですね。オッケーオッケー、全部理解した。巨大キノコを取るゲームですね。もう運ゲーですこんなの。はい、出てた出てた、いや、あ、取られた、取られたって、まずい。あ、よしよしよし、俺の勝ち俺の勝ち、なんでなんでキャサリン全部取った、ずるいよずるいよずるい
ちょっと半分ね、お前ふざけんな、お前ふ俺が全部出したやつ全部取ってくな、お前だから全部取ってくなって避けるけど、あーダメだ、くっそ避けれんかった、さすがにお前キャサリン強すぎるだろなあ、全部取られた、キノコ出しても取られちゃうんだけど、なんか俺手前側に落ちるって認識だったけど、なんか奥に落ちてたんだよね、キノコが。ちょ、そこの認識の違いでしたね、くそーうわー、もうええだよ、ほんとちくしょう、キャサリンめ、キャサリンやめて、アントツだって今まずいって。じゃあノコノコ募金、いやこれマジうざいな、この募金ノコ募金。ちょ、でラッキーマス、ちょ、まあ、なんかみんな運いいな、なんかちょっと許せんな、これキノコゲットちゃん、いいね、みんな。キャサリンはコインをたくさん持ってる、ヨッシーはアイテムで、ピーチもアイテムいっぱい持ってる、なんか理不尽な世界来てます、ここ。来てます来てます、アイテム取りに行っちゃった、キャスイ。最近もですね、なんかゲットした。赤ずきーちゃん、マップにある赤ずゲートってのを開けられるようになるっていう、それ強くない、多分。さあピーチちゃん、ピーチちゃん使わないね、そのあなんか強くなるこういうやつ。さあノコノコバンク、でもこれさ、俺ノコノコバンク引きたいな、みんなもう出しちゃおうぜ、俺お金欲しいもん、俺のリアルラックを信じろ。3ぐらいだっけ。でん、9、バイバイ。はい。だって僕のお金持っててください。どうぞっす。うっす。うっす、うっす。はい。ピー、スター。こっちがスターやけど。そんなこっち行くしかないやん。赤コインやけど。1対3やろうぜ、1対3。俺1人がいい。よーし、おめえ全ボコボコにしてやっからな、覚えとけ、ほら。さて、今度やるゲームはこちら。あっち向け、こっち。これ、運ゲーなんだから。さて、ね、自分と同じ方向向かせるんだよね。上が俺。みんな同じ方向けよ。俺、下押そう。右、下。はい。全員上向いてた、今。何それ。これ、運ゲーやろ、マジ、これ。完全、どうしよう。ピッポ、ペッポ、ペッポ、ペッポ。横！みんな強すぎるやろ。全員俺と反対側向くよ、こいつら。どうしよう、これ。まずい。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。さあこれでまず2人、あと1人、よしだけね。よ、左がきついぞこれ。あと1回しかできない、どこにしよう。ふっ、あ、下向かれた、よしに。くそくそ、負けた。待って、今ミニゲーム全敗してる、キャサリン全勝してる、まずい、やばい、運ゲー来ると負けるって、待って、マジマジもいい。やばい、助けて誰か、まずいってこれ。ちょ待って、よし出しに来たな、ついに。でも1はされてなくね、いや2はされてないわ、この子かわいそう。これなん、これ行くたびにカウントがなくなって、多分カウントが減ったら最終的に波動砲発射ってやつやな、これ。2出せ、2出せ、2出せ、やいっす、お前マジでマジで最高、むっちゅうしてあげる、むっちゅう。さあこれ何、あ、なんかごめんねとか出た今、あ、いっぱいあるこれ、ボタン登録されてんだ、いろいろと、かけるコインを登録してください、やってください。5枚は少ないけど、まあいい、全然いい、全然いい、全然 OK で、ごめんね、もう勝たせてもらうね。ね、勝たせてもらうね。何する？さて、やるゲームはどれだ？ペンギン大行進。さあ、このゲームはね、右からペンギンが来るから、これをね、避けるゲームですね。避けていきましょう。避けて、最後まで残れば勝ちだ。この白氷のね、海に落ちてしまうと凍死しますので、ね、死なないように頑張り回りを、僕割りを。ね、めっちゃしんどい。よし、落ちろ。キャサリンが落ちる、キャサリンを。でかいの来た、パパ来た、パパとママ。あれ、パパとママ。やばいやばいやばい。パパとママ来てる、パパとママ来てる、すごい来てる。誰か落ちた今。誰か落ちた、誰か落ちた、誰か落ちた。やばい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 、つるっと抜けて、よしーくん、あと残ってるのは、よし。よし、落ちて、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 よし、落ちて。よし、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 いいぞ。よし、俺残った、生き延びた、落ちろ、よし、残ってるか。くっそー。これ10枚もらえるかなー、10枚もらえなさそう、半分こやろ。9枚9枚とかなりそう、これ。これ10枚もらえんと無理やねんけど。うわ、9枚やー、もう。1位取らんと、俺。まあ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 、まあ、まあ、富の再分配。
できましたね、富の三流分配。クソ俺お金ないけど勝っても金ないんだよな、ほんとマジつらたんじゃん、ラッキーマス。そうピーチよ、ピーチめっちゃ運いいんだけど、どうなってんだこの子。さあ10コイン獲得、お金持ち、お金持ち、やっぱピーチ姫はお金持ちだからな。ではマリオタイム行きましょうか。ルーレロ、ルーレロ、何言ってるかわかんないですね。どこ行く、これスター行っても意味ないじゃん。テレサそこやん、これどうしようかな。ちょっと待ってな、こっち行くと何、あーぐるっと回ってくるってこと、なんかよくわからんなそれ。え、なんか怖いなこれ。え、こっち青マスやろ、みんなの足並み揃えるか別どこ行くかだよね。ちょっとマップ見させて、少しマップ的にどうなってんだ。テレサが右、テレサが右とって感じか、左のゲートの中にあるってことだから、上でいいかこれは。上行こう。ドンサーン、あそこの手もうやつは譲ろう、あそこのスターは。何これ、え、覚えるやつかね、見逃すな。行きましょう、みんな。俺一番手前真ん中のやつ見てるから、トリプルサイコロ、トリプルサイコロ見てる。え、これかな。よかったよかったよかった、当てた当てた、トリプルサイコロ、みんな分かったかな。アイテムゲット、センキュー、よかった、やっといいことあったね俺、イエーイ。さあミニゲームやっていこうか。また俺一人だよ、運ゲー以外お願い、運ゲー以外、運ゲー以外でお願いしますマジで。さあゴロゴロ岩転がし、これむずくね、これ岩を転がして他のやつらをぶっ潰すゲームですね。これでもうわ、俺こうだよな、こうやってドーンドーンドーン、みんな落ちろやばいやばい、近い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 、やばいやばいやばい、ピーチ来るピーチ来るピーチ来た、お終わった、生きてる生きてる、いやできてる、できてる、やめてくれ、ほい危ない危ない、マジで、はい、あギリギリ負けたと思った今また負けたかと思ったけど、なんとか勝てた、ワーリオウィーン、よかった。でもまだ今ミニゲームで勝っても、ミニゲームで勝っても1位だ、1位じゃ4位だよ俺、どうだっとんやこのゲーム、ほんまバチバチむずいわ。さあヨッシーのターンです。ヨッシーがこれスター獲得か、まずはすごいスーパースターですね、素晴らしいですね、ヨッシー。ヨッシーはアイテムまだまだ何も持ってないんだね、いいこといいこと。アイテムショップが今左にあるのかな、そこの次の目指すスターの位置、これ大事、これ大事、右とか来い、右とか来い、どこ、右下、あー置いてー置いてー、俺一周くる回っていかない、あかんけど結構遠いな、結構遠いな結構遠いなマジで思った6倍ぐらい遠かったな、うまい。でもパッパパッパと行きたいとこだけど、まずはでもお金貯めないよねここは。はい、2位、ラッキーマスか。キャスイ何するの、赤ずきちゃん持ってるからな、ん7コインゲッツ、一番金を持ってるキャサリンがさらに金を出る、ずるくね。さて鳥サイズ型、ついにずるいずるいずるい、3 1、弱く低くない、8 いいね、12、サイクロ2個かな、なんか買うの PT、 12コイン使って何買った、え、ぴったしサイコロ買った、そんな高いもん買って何使うの、これなんだろうね、5コインでなんか頼むって言ってたけど、さあノコノコバンクもある、ノコノコバンク、あでもぴったし最後でノコノコバンク止まるのってめちゃくちゃ強くない、ムーブ的にね、良さそうだよね。 OK、 さあワーリオ、さあちょっとワーリオね、周り見たいなと思いますね。スタまであと23マスなんだけど、これな、このびっくりマークなんだっけ、なんだろうなこれ、ちょっとわかんないよね。まあ、パパッとね奥の方まで行きたいなと思うね、なのでトリプルサイコロ使っちゃおうかも、サクッと、この辺なんか怖いから、はい、15以外だったら OK です。17もうめちゃめちゃ出るな俺、出るな、20出したわ行ってきまーす、右、はい、テレサ、よしテレサ頼む、テレサ頼む、キャサリン、キャサリンから全額ね、ぜもう身ぐるみ入ってきて、身ぐるみやつやつから20枚持って帰って、20枚、20枚で、まあ、10枚以上で頼む、10枚以上
結構ある、結構ある。11枚、もう10枚以上の必要最低限持ってきた感じする。もうちょっと頑張ってほしかったな。でもね、ありがおめでとうじゃないわ、ありがとう。ごめんね、じゃあごめん、謝っとくか。優しいな俺、ごめんね。よっしゃ、なこれスピード違反を追いかけるぞ。何や、どういうことこれ、頼まない。ね、ちょっと変なことやめときましょう。平穏無事に行きましょう。なんだ、来た来た来た、隠しブロック来た。スタデロ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 、コイン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 、6枚。さあ、あのクソ貧乏だった俺が一気にね、コイン長者。そして2対2のミニゲーム、勝てば美味しいやつですね、これ。魚もキャッチ出た、これ。俺どっち、ほいほい、こうやって投げ渡して、ほいってやっていくゲームね。ほい、任して任して、俺多分大丈夫、俺得意こういうの、俺得意。リズムゲーだからこれ、リズムゲー苦手だ、ごめん。へい、はい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 、めっちゃ安定してて今これ、俺たち安定して、全部掴んで、全部渡して、全部掴んで、あ、失敗した、ごめん。キャサリンうまい、キャサリンうまい。俺ちょっとミスったやつもしっかりキャッチしてくれてるね。えほいほい、あ、ミスった1個。いやでも勝ったでしょ、大勝利じゃん、倍ついてんだってさ。いやっしゃい。でもキャサリンも金持ちなっちゃうのがちょっといただけないけどね。まだ仲良くしようよ、キャサリンちゃん。キャサリンくんだ、オスだこいつ。よし。はい、64コイン持ってっからな。これで次スタートろう、スタートって気持ちよくなろう。ヨッシーはもうアイテム持ってないし、この子どうすんの、人生頑張ってね。アイテムショップでーす。なんか買うの、買ったでこの子、5コインで。で、貯金全部はたいて買ったで、ダブルサイコロ。何しとんな君は。ねえ、さてとりあえず3コインプラスおめでとう。さあキャサリン、そこマイナスじゃねえわ、なんかやばくないそこ、大丈夫、ほんと俺心配だよ。キャサリン、そこゼロなるよ、ゼロ。2、あ、もしかして赤ずきちゃんで開けちゃうの。今まで一緒にいられてありがとう、寂しいけど開けるわねっていう。ねえそれ。怖いわ、なんかそんな。さあコイン、おお、アイテムでキノコゲット。だいぶなんかキャサリンめっちゃ追いついてきたねこれ。さあピーティー、ピーチ何する？アイテム使わずにそのまま進む、ピーチ姫。何もなかったね、ピーチ姫。普通に生きてるな。さあ、これで俺スターゲットしたいと思います。1、2以外でいきましょう。ロール2です、終わり。やばい、キャサリンに俺取られるかもしれん、スター。マジで。キャサリン取らないで、ほんとお願い、友達やろ、俺たち。なあ、2人で頑張ったやん。ダブルサイコロ、気持ちいい、ありがとう。よーし、ラッキー。だけど、キャサリン頼むよ、キャサリン頼むよ、マジで。キャサリンやめてね。ね、意外と近いな、あいつ、やっぱ。さあ4人でミニゲーム。で、ウィー、頑張ろうか。さあ、やるゲームは、落っこちパラソル。これはね、パラソルで落ちながら、コインを取っていくってミニゲームだね。まあ、普通に見てたらわかると思うよ。行きましょうか。勝負と行こう。はい。さあ、俺はコインを全部欲しいからな。全部くれ、全部。コインを。全部くれ。いや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 。これ袋、あー、袋取られる、袋誰も取らんのかい。待て、あーしゃ、5コインをゲットした俺が。あつい、あー、5コイン取られた。みんなで5コイン取るとずるい。待て、5コインない。待て、よし、5コイン取った今俺。よし、終わったぜ、俺19枚、ピーチ25枚強すぎるだろ。くそー、グウェイ。ちょっととね、取り合いに負けてしまったね俺。まあでもね、19枚ぼちぼち獲得です。良いことで、ちょっと悔しいね。さあ7ターン目いきましょうか。ヨッピー、お前は何すんだ、ダブサイか、お前も使っても意味ないぞ。10?6? 進む16。ねえ、何のマス行くの君は。またバング貯金するね、みんな。え、絶対俺だったらもう この貯金全額徴収するって。さあアイテムマス、何がアイテム、え、ぴったりサイコロ、みんなぴったりサイコロゲットしすぎちゃう、これまずいな。さあキャスイのスタート、キャスイ使う、え、スター何マスだと、スター何マス、怖い、やめて、11マス、あ、終わったー、取られたー。不幸だー。マジでかーい、くっそー、
スーパースターになれない俺は。やばいって。俺ちょっと一個前のねステージも俺負けて、今回も負けたってなったら俺もうどうして生きていけばいいんだよもう。ねえキャスイー、キャスイーもうやめてくれお前。キャスイー俺でもここワンチャン一発で行け。あでもぐるっと回っていくのか、そこめっちゃ行く。よし、よちょ俺も気合い入れていこう。ここは気合い入れて覚悟していこう。ピッタティ対抗何すんの。キャスイー、キャスイーじゃねえよ、ピーティー。ピーティーどこ行くの。10番10出したかっただけ。あスター、はあ、はあ、そんなバカな。待って、この中に一人スター持ってないやつがいます。それは俺ダイダラです。すいません、ザコです。すいません、スター持ってないザコです。すいません。ねえマジでかよー、スター持っとらんザコだったわ。ちょっと待って、これやばいな、これ。次行ったら死ぬやん、ここ行った人。ピーチ、ちょっと待って、連続ゲットできんじゃん、これ。間違いなく。間違いなく連続ゲットできるよな。25マスでしょ?これさ、ピーチ姫めっちゃ運良くない?ピーチ姫。だってさ、ここ見てよ。え、だって今ピーチ姫どこ行った?この辺いなかった、ピーチ姫。え?この辺いたよね、でもピーチ姫。この辺いたから。だってこうぐるーっと回っていくだけでしょ?で、足もあるし、これもう無理だ。追いつけないわ。普通に振ろう、これは。追いつけない読み。追いつけない読みの通常振り。よし、アイテムます。アイテム収集して、ゆっくり行きましょう。ここで。え、なにこれ。一番上欲しい!一番上欲しい!マックスまで立てようぜ、マックスまで。で、これでいい。ほらー!あ、壊れたけど。え?ミストがあんの?そんな聞いてないって。聞いて、いや、やってもやったことねえゲームのミスがきつい。やったことねえゲームのミスはきつい。でもまた一つ学びを得たって思うよ。今後はもうミスらないから、一回ミスったらもうミスらないから、そういうことな。さあ、腹ペコ巨大ブクブクね、これ A ボタン連打するゲームですね。おえー、いきましょう。くっそー、悔しみが深い、悔しみ。さあ、ここはもうほんと A ボタン連打するだけですのでね、俺の連打力が高くて今圧倒的な勝者となっております。さあ、この後ぐらいから川の流れが出てきて、あの浮き V が動き出すというやばいやつ。よし、さあキャサリンに負けないように最後の連打して勝ち。あーしんど、一匹だけおらんぞ、なんかねえ。緑の子食われたで。美味しかったか?ドーン。お金だけ持ってんだ俺。金だけ持ってる。なんかいつも、こう前も見たで、この金だけを。俺は金だけ持ってるよみたいな。俺悲しいよこれ。はい、じゃあちょっと前半ここまでです。後半次回やりましょう。また見てください。